ニュースポスト7です。厳しすぎる撮影現場です。本仮屋ユイカさんの代役として主演を務める映画女子大工事の名探偵の撮影に励んでいる剛力彩芽さん、セリフ覚えに苦戦しているようです。映画関係者によると、年末に急に代役に決まったこともあって、セリフが全部入っていない状態で撮影が始まりましたとのこと。予算が限られている関係で、撮影はわずか2週間という超タイトなスケジュールで進んでおり、セリフや出演シーンの剛力さんは相当苦労しているようです。